皆さんこんにちは。町田生まれ町田育ちのソウルシンガーソングライター、あやしょるです。よろしくお願いします。本日は玉川学園にあるグランガ島さんに行ってみたいと思います。こちらで作られている名産品カラメルポンムを食べてみたいと思います。それでは行ってみましょう。それではグランガ島の和代先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。いや、この名産品を作るにあたって、きっかけだったり、なんか名産品にしようと思ったの、イベントっていうのは何か。そうですね、こちらお店をオープンしたときに、はい、あの玉川商店街に入っておりまして、で玉川学園が玉川が出る名物を作ってもらいたいと言われて、で最初はあの桜の形のサブレとかも考えたんですね。桜が綺麗だから、やはりあのいらっしゃる方がやはりしっとりしたものを求める世代の方が多いんです、お客様で。でやはり硬いっていう感じよりはしっとりっていう方がお客様の求めるニーズかなと思って、それであのリンゴとかあの素材を考えて、でリンゴとカラメルってそれも相性があるから、そのカラメルの煮詰め具合がやはり一番難しいことではあるんですけども、あのそのカラメルの黒ずなさとリンゴの甘酸っぱさのみずみずしさをうまくあのこう合わせていい商品になったらいいなと思って、何度も研究しては商店街の人に味見をしてもらって、そうやってるうちに商品になりました。なるほど。やっぱりじゃあ皆さんでこう試食して、それで、ね、試行錯誤して食べるついた。じゃあなんかみんなの愛が詰まった贅沢な一品ですね。あのご人にプレゼントしても、やっぱりこの美味しいわねとか、ここで持ってきてくれてありがとうって言ってもらえるような、やはり小さくても一切れても喜んでもらえる、そういう商品にしたいというふうに思っています。素晴らしいですね。またね、無添加というね、安心安全の、また素材になっている。教室をやっているので材料が全てあの透明感が必要ですので、冷蔵庫を開けても全部あのバターから生クリームからチョコレートから全ての素材があのこういうものを使ってますっていう意味で安心したものを提供しています。やっぱり信用性の高いものってやっぱりね大切ですもんね。やはりね、今の時代特にそういうものが求められていると思います。いや本当に、
皆さんぜひ食べてみてください。本当に安心安全の本当に無添加のスイーツです。本当に皆さん一口味わってみてください、最後に視聴者の皆様に何かお店のアピールだったり、PR したいこと等ございましたら、何か一言お願いします。そうですね、あの素材にこだわって一つ一つ手作りで作っております。で、あのイートインもありますので、ぜひお越しいただけたらありがたいなと思っております。スタッフ一同お待ちしております。はい、じゃあ本日は本当にありがとうございました。皆さんぜひぜひ名産品たくさんご用意してます。中でもおすすめございますので、皆さんぜひぜひ一度食べに